どうも、ダブルジです。どうも、今日は皆さんにまた新しい不動産を紹介します。本日紹介していただくのは N アセットの杉本さんです。よろしくお願いします。今日ね、紹介してもらうのは、はい、こちらです、ね、どちらでしょうか。こちらですね。こちら、はい、何階建ての何階なんですか。49階建ての47階。この辺ってどんな土地なんですか。はい、ホーチミンの中心地からですね、はい、タクシーで5分ほどで着きますので、はい、通勤にも非常に便利だと思います。日本人街のレタントも近いですよね。あ、そうですね、すごい近いですね、はいはい、歩いても行けますね。うわ、すごい、はい、紹介する部屋はどれぐらいで来たんですか。45平米ほどですね。はい、ワンベッドルーム。ワンベッドルームですね。はい、どうぞ。おー、出たー。やっぱ雰囲気変わりますね。そうですね。1LDK でこのソファー、おっきい。くつろぎますね。いやいや、3人掛けでしょこれ。全然4人いけるっしょ。すみません、どうぞ来てください。あ、はい、失礼します。はい、すごい、はい、おい、まだ余裕よ。全然余裕よ。だって満員電車だともっと余りますけどね。満員電車の感じもない。満員電車だとね、これで、ね、家なくてそれは嫌だろ。でもすごい、いいな。でもこのテーブルの、テーブルもおしゃれ、かっこいいな。ちょっと見晴らしはあれなんですかね、目の前に。そうですね、別の塔が、別の塔があるから。でもこっちの左側見てください。そうですね、リバービューが、リバービュー、はい、リバービュー来た。すーげー高い、47階高い。高い、いや高いよこれは。ベトナムの、はい、マンションですと洗濯物を干す場所が、あ、はい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 、こちらですね、今は。ゲー、降りてきてる。はい、古いリアクションしてる。降りてきてる。リアクション昭和出てるな。こちらにしっかりと、はい、すごい日を当てて、いいな。だけどこれ寝室、ここもその落ち着いた雰囲気のね、大人の部屋って感じで、はい、でこれね、やった、寝た、全部できる、はい、ポロベッドに寝ながら、はい、もうだから本当動かなくなっちゃうね。太っちゃう。ほら、カーテンが動き出したよ。カーテンが、いやいや、どれ、オールオンしてた、オールオフ、いいね、ワンタッチ。もうこういう時代になっちゃったな、はい、あ、もう炊飯器がついてるんですね。はい、ついてます。これもついて、食器とかもついてます。もしかして細かい食器はご用意させていただいてないんですよ。はい、それはだから自分で、まあちょっと、はい、おー、出た出た、すごいすごいすごい、結構ね、オーブンが、あのお魚だったりもこちらで、ね、はい、グリルとかも、すごいな、すごいな、グラタンもできるし、はい、でも一口コンロってことですもんね、ここは。あ、いえ、一口でしょ。え、これ三口あります。はい、本当だ。あ、僕完全に一口と思ってました。これ、これ三口いけんだ。はい、まさに三口あり。はい。誰にとっての誰にとってのサンクチュアリーだ。お料理が好きな方でもですよね、はい、料理が好きな方のサンクチュアリー、はい、ああ、けどまあ本当一人暮らしの本当単身者ね。本当いけますよね、杉本さん。いけんの、杉本さん、いける。3人いけるよ、これ。いけるっしょ。そう、扉閉まる。ほら、満員電車、満員電車ぐらい、満員電車より全然楽ですね。全然楽。なんで満員電車で全部例えるの。嫌だろ、男3人でこんなとこ。全然いける。あ、出ろよ、もう。
広めのトイレというか便器ですね。結構これ広めのタイプだ。本当そうですね、はい。西洋人の方とかも平気でこう、はい、借りれると。はい、これすごい。これで、ね、なんでなんか電気つけたり消したり冷房とかできるんですかね。じゃない。そうですね、こちらでいろいろなものをコントロールできますね。だってガードって書いてあるガードマンとかに行くんじゃないですか。呼べるってことですか。はい、呼べるわけではない。自分が、ちょっと待って、鳴っちゃった、はい、今ガードマンをどう多分電話鳴った。あ、電話が鳴って話したりできるのか。そうだね。で、まあ何かあったとかで、俺聞いたら、そう、エレベーター呼べんのよ。だ、待ちたくないってこと。そう、これエレベーター呼べんの。お、鳴った。だ、今来ますよってことか。はい、こんなホームパーティーとかめっちゃしたくなるじゃん。え、なの今日買わなかった須野さん、はい、僕らこの不動産企画、毎回ここの家賃を当てたら、はい、僕らこの部屋をタダで借りるっていう企画をやってるんですよ。はい、はい、前回も約束していただきました。はい、今回も大丈夫ですか。大丈夫です。しゃー今聞きましたね。一発で当てたら、もうピシャリ当てたらですよ、はい、家賃をね。当てますよマジで。いや、もうだって何件か見てるから、そう、そのデータ入っちゃってます。僕らマジで入ってます。そうですか。当てられますよマジで。だってやっぱそんなね、なんかほら、例えば1118とかはない。絶対ない。ってことは大体もう50刻みじゃん。50刻みね、1250とかね。そうじゃん、うん、言いました。せーの、1450。あ、だから上げてきたってこと。1450。僕1300。1000はないじゃん。1000絶対ない。絶対ない。奇跡を。1000絶対ない。答えをお願いします。はい、$1400です。うわマジか。残念ながら、はい、$1400でした。1000はやっぱ夢のまた夢か。いや、夢のまた夢よ。まあね、そりゃ無理よね。そりゃ無理。じゃあ、こういった物件はまだまだあるってことですもんね。そうですね。日本ゴールの以外にも、はい、まあ、はい、ビーホームズとかも、はい、マステリとかもありますね。はい。じゃあ、こちらのビーホームズゴールデンリバー気になった方は、M アセットベトナムさんに皆さん問い合わせてみてください。はい、それでは皆さん、連絡待ってます。さよなら。